ジュディッタ・グリージとアマーリアシツによる1830年のスカラザでの上演、カプレーティとモンテッキは、ヴィンチェンツ・オベッリーニの作曲によるトラジェディア・リーリカとの副題のある二幕のオペラ。1830年ベネツィアで上演された。台本はフェリーチェ・ロマーニによる。1826年にナポリで第二作、ビアンカとフェルナンドを初演し、 その独創性をミラノスカラザに認められたベリーには、その後1827年に海賊、1828年には海底の手を加えたビアンカとジェルナンド、1829年に異国の女を初演してキャリアを積み重ねた。ロッシーニの代役として急遽作曲し、1829年にパルマで初演した第5作、ザイイラこそ失敗の浮き目を見たものの、 すぐに、ベネツィアのフェニーチェ劇場から、海賊の上演と新作の提供を求められた。ベッディーニはそれに応えて1829年12月から、ベネツィアに滞在、海賊の同地での初演となった上演を監修したが、これが好評で迎えられたことが、劇場側に好印象を与えたか、新作の提供を約束しておきながら、その後誠意ある対応を示そうとしない。 ある別の作曲家の代わりに新作を書き下ろすことも求められた。すでに日時の決められていた初演に間に合わせるべく、ベッディーニは翌1830年1月からその作曲に着手、これで病気にならなかったら奇跡と友人への手紙に書き送るほど仕事に励む。作品中には1825年作の自らの音楽院時代の第一作。 アデルソンとサルビーニに登場する一つの旋律、ザイイラの銃の旋律が練り直されて転用された。台本を担当したフェリーチェ・ロマーニは、1825年に、ニコラ・バッカイのオペラのために書いた台本、ジュリエッタとロメオを手直しして用いた。これは、ルイージ・シェボーラによる1818 18年作の、同盟の戯曲を種本としたものであるが、アイデアの源泉となっているのはイタリアに広く、 ルフしていた伝承、バルトロメオスカラコウの実を、ベローナの街に起こりし、いとも哀れなる物語の言い伝えや、ルイージ・ダ・ポルトの、ジュリエッタなどとされる。初演は1830年3月11日、ベネツア・フェニーチェ劇場において、ロメオ役に、ジュディッタ、グリージ、ジュリエッタに、マリア・カラドーリアラン、テワルドに、ロレンツォ・ボンフィーリ、ロレンツォに、 ラニエーリ・ポッキーに代わりエーリを拝して実現した。ベッディーニ自身が、これ以上の優れた歌、演技は想像できないと褒め叩たたいたほどの出来であったと、言い,い、その後の11日間に8回の上演が行われた。ロメオ役のマリア・マリブラン・ベッディーニはこのオペラの作曲にあたり、男性の登場人物であるロメオ、フェニーチェ劇場所属のメゾソプラの歌手ジュディッタ・グリージに、 歌わせるべく作曲した。これは、同劇場の男性歌手人に、若干の力量不足が認められたことと、クリージの用紙が男性的であったためと言われている。またベッリーには、ロレンツォのパートをバス歌手に歌わせようと考えていたが、第一幕を作曲途中で、テノールの聖域に変更し、第2場からは、最初からテノール向けに書いている。実際に初演時にこのパートを担当した。 ラニエーリポッキーニカバリエーリモテノール歌手であった。ただし、出版府とそれ以降のほとんどの公演では、この役はバスカシュ担当とされている。1830年12月のミラノスカラザでの公演に際しては、メゾソプラノのアマーリアシュッツオルドージの聖域に合わせ、ジュリエッタのパートの聖域を下げる改定がなされた。また1832年のボローニアでの上演のためには、 マリア・マリブランの移行により、終幕の場面の場所の設定が変更され、この変更は1833年のパリ、ロンドンでの上演でも踏襲されたが、1834年のフィレンツェでの上演にあたって、オリジナルに戻されている。1966年に指揮者、クラウディオ・アバドが、ロメオをテノールの聖域に移したバージョンを作り、テノール歌手、ジャコモ・アラガルが歌って、 ミラノスカラザで上演され、続けてアムステルダム、ローマ、フィラデルフィア、加えて1967年のエディンバラ音楽祭でも上演された。その他、カプレーティ家の人々、モンテッキ家の人々、児女たち、兵士たち、衛兵たち第一幕、第二幕、ありがとうございます。